ビッグモータータを巡り次々と新たな疑惑が浮上しています。こうした中ビッグモーターで今も中古車の整備を行う現役の従業員はコーティングをせずに納車していたという疑惑について証言しましたまた問題発覚を受け客が減り続ける中社員が続々と転職サイトに登録しているといいます コーティング塗らないで納車、指示書が来ないのに、納期厳守7月31日夜、ニュース z e r o は今もビッグモーターで中古車の整備を行う、現役の従業員に話を聞きました仕事量は報道前後で変化はビッグモーター現役従業員、仕事は、全くないです。結構暇になりました。その口から語られたのは、新たな疑惑、です。 ビッグモーター現役従業員コーティング塗らないで納車させちゃうそれはダメだなっていうかちゃんとやっていないコーティングとは車の塗装を保護することですその依頼を客から受けたにもかかわらず処理をせず車を客に納車していたと明かしましたビッグモーター現役従業員営業からの指示伝票がなかったり それでそのまま納期の日に行って、そのまま納車しちゃう。指示伝票が来ない理由は、ビッグモーター現役従業員。ビッグモーターの営業がせわしかったり、忘れちゃってる、忘れっていうのが結構あるので、納車日までに指示書が来ないことが多く、細かい整備内容がわからないと言います。 しかし納期は絶対守れとの指示があり納車日はずらせないためやむを得ず車内の清掃のみを行いコーティングをしないままの車を納車していたというのですこうした行為は不正請求問題が発覚した後も変わることなく今も行われているといいますなぜ今も不正は続くのか ビッグモータータ現役従業員プレッシャーじゃないですかねゴはノルマとまだやるんだというのが本音この新たな疑惑についてビッグモーター側に問い合わせたところ7月31日午後10時ごろ事実関係を確認いたします社内で確認し速やかに対応させていただきますとの回答がありました 転職サイトには社員が続々と登録また社内では新たな動きもあります別の社員のもとには和泉伸二新社長から最近メールが届いたといいます7月28日に届いた全社員宛のメール現在全店舗では集客の低下および売上の低下を招いております それれにに伴いい皆様の実績にも多大な影響が予想ささると考えまますす差額を補填させていただきます問題発覚を受け減り続ける客それによって減った報酬を補填するとの連絡が来たといいますその一方で大手人材会社の幹部は取材に対しビッグモーターの社員が続々と転職サイトに登録をしてきています 我々もびっくりする勢いです、と語りました。人為的に除草剤がまかれたとなれば、ビッグモーターが揺れる中、店の前にある街路樹が不自然に枯れる問題では、7月31日も動きがありました。愛知県は、県内の店舗で聞き取り調査や土壌調査を行ったということです。県内の別の店舗では、木の一部を回収する様子も見られました。 また同様の動きは神奈川県でもありました平塚市の店舗では店の前にある植え込みの土を掘りそれを用意した袋に入れる職員の姿が見られました県によると店舗前には街路樹があったといいますが去年11月に立ち枯れを確認し伐採したといいます 神奈川県の担当者、人為的に除草剤が撒かれて街路樹が枯れてしまったとなれば、警察に相談させていただきたい。土の分析を行うなど、調査を進めるということです。新たた、に、架空の保険契約、疑いもまた 金融庁は7月31日、ビッグモーターに対して、原因分析や改善策などの報告を求める報告徴級命令を出しました。新たに架空の保険契約を行っていた疑いも浮上しており、国は引き続き実態を調査していく見通しです。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。 今の社長は従業員が退職することを防ぐために給与を補填するというのが狙いなんだろうがまずは迷惑をかけた顧客や自治体にきちんとした対応を取るのが先決ではないのかもちろん従業員がいなくなってしまえば業務も滞るだろうが自らもやってきた悪行を鑑みればやむを得ないこの社長自身も果たしてどこまでクリーンなのか分かったものではないし 会社存続をこれからも目指すのであればどれだけの悪行をこれまでやってきたのか従業員や元従業員から証言ではなく会社自身が発表していくことが大事なのではないかプロにお任せしている分野は素人がその実態を正確に把握することは難しいと思います医療、建築、自動車、保険等々結局 信頼して任せられる業者さんや担当者を見つけるのが一番安心なのですがその見極めもまた難しいですよねだからこそ今回のビッグモーターの事件は今後の対応が非常に重要だと思います相手がわからないことに乗じて企業や業者が不当な利益を稼ぐ行為への厳しい批判や社会的な抑止力が発揮されるようになってほしい 不正を知りつつ加担していた正規社員も少なからず罪はある。創業者のように、全く知らなかった、は無理がある。今、転職先を探してもこの時期に前職がビッグモーターでは雇用側も採用しづらい。全職員4人に1人が不正に関わっている会社だし。顧客の車を破壊し保険で不正をし、街路樹を枯れせ、まともに整備しない車を納車。 これで正社員は平均年収1000万円以上を得ていたなら同罪では不正に加担せずクビになった社員の方に社会的正義はある。新社長にしても隠蔽に必死で結局はお客様、への対応は未だに見られない。もう無理だろ。車の販売店や整備会社は全国にたくさんあります。 どこで買ってよいのかどこに整備を出してよいのか悩む方もたくさんいます多くの方がディーラーなら安心知人なら安心知人の紹介なら安心だと信頼できる会社を選んでいることでしょう車は目に見える以上に素人にはわからないことがたくさんあるビッグモーターのような大きい会社がこのような不正請求をしてしまうと 真面目に対応している会社ででさえ悪影響が出そうですね転職サイトに登録しても採用した社員が保険金詐欺や車両街路樹に対する器物損壊で逮捕されたら転職後の会社の名前も出かねないから採用は躊躇するよな。 例えば保険代理店や自動車修理工場はせっかく採用しても原油の保険資格や自動車整備士資格を失うことになるかもしれないしやっぱりね忘れてたじゃなく意図的にやってると思う客からの依頼となってるがここは確か購入条件にコーティングが含まれているはずです 販売車両はすべてコーティング施工しなければならないわけだから指示書以前の問題だねここまで来てもまだ事実を隠そうとしているそりゃやってない作業をやったとして金だけもらってれば売り上げも利益も上がるよそれを一般的な社会では詐欺というのよね。やっぱりこういうこともやるよねって感じ。 影響がでかいのは本業たる中古車売買業務でも不正が起きたということ。もう誰も買わないよな。だけど一点この人材派遣会社の幹部とやらはこのような情報を流してよいのか、と思う。登録者の経歴などは個人情報にあたり、登録者に了解を取っている目的以外でその情報を使用してはならないはず。 常識的に考えてビッグモーター社員が多いとリークした行為は個人情報保護法違反目的外利用にあたると考えるコーティングって結構高いですからね大型車になれば10万以上もかかる一方で確かに受け取るときは一見きれいでもそのコーティング具合なんて素人目にはわからないわけで。 どのくらい丁寧に作業してもらったかなんかも想像の範疇でしかないちなみに先日近所のガリバーへ車の見積もりに足を運んだらカーセンサーやグーネットに掲載されている支払い総額だと車内外清掃は含まれていないから現状渡し車内クリーニングするならコーティングプランをセットにしてもらう必要がある 点検パックと保証プランに入ってくれたらいくらか値引きも対応できるなどと言い当初の総額からプラス70万ほどされた見積もりを出されましたね大手買取店はどこも似たような利益の乗せ方なのは同じだけどビッグの今回の発覚みたいにコーティングせず渡すなんてことが横行したら本当に信用ゼロです 従業員や元従業員の不正の証言について、今は BM 社の不正の全容解明には絶対的に必要なことだと思います。家族や再就職含め、従業員も社会的な制裁は事実上受けるわけなので、正直に内部告発いただくのが、今できる正義だと思います。